皆さんこんにちは。今回は PC 水冷用ラジエータをヒートタイプ化させた空冷 CPU クーラーラジ HP でファンレス運用とマルチ化運用を試したという紹介です。ラジ HP の構想検討時にラジエータを眺めていたら、この放熱筋って普通の空冷 CPU クーラーよりも細かそうなんて思いまして、もしかしたら細かな筋で作られているファンレス CPU クーラーみたいに使えるのかなと思いました。一方でファンレスとは反対に、ラジエータの両面には PC ファンを2個ずつ、計4個を設置できるネジ穴があるので、PC ファンをたくさん取り付けた、マルチ化運用にも対応できそう。そんな両極端なことを思ったので今回、ラジ HP でやってみたいこと第1弾として、PC ファンを付けないファンレスから、ファンを2個、4個、8個と増やしたマルチ化運用をやってみました。まずはラジ HP の基本形態、ファン2個から紹介します。前回までの制作や動作確認でも、何の考えもせずファンを2個つけていましたが、空冷 CPU クーラーとしてはすでにマルチファンだった形態です。まあ 240mm サイズのラジエータを使っているのですからファンを2つつけるのは自然ではあるんですが、ひとまずこの形態のラジ HP を真空引きして低圧化、そこに冷媒として食器洗い用洗剤を溶かした精製水を注入します。その後 PC を起動させますが、特に異常なく OS 起動まで終えます。まあここは以前やったことの繰り返しです。OS 起動後、アイドル状態での CPU 温度を見てみると30度 C ほど。ラジ HP の内部では冷媒が沸騰して多くの気泡を作っていましたが、これでも冷えています。相変わらず不思議な動きです。高負荷動作時の様子も見てみましょう。ベンチマークソフト、シネベンチ R20 を使ってのベンチマークです。ちなみにこの PC で使っている CPU はインテルの Core i7-6700K で、今の動作設定は定格です。ベンチマーク開始直後、CPU の消費電力は 72W ほどに対して CPU 温度は 55°C ほどでした。内部の冷媒はさらに激しく沸騰して、時折沸騰の起点になる金属ブロック表面が見えるほどに冷媒を吹き飛ばしていましたが、ベンチマーク自体は特に問題も起きずに進み、ベンチマーク終了。CPU の最大消費電力 75W に対して、CPU 温度の最大値は 59°C でした。CPU 温度は数度の範囲で上下していたみたいですが、上昇し続けるようなことはなく、概ね安定して冷却できたようです。この時にラジ HP 自体に設置した温度計の数値を確認すると、31°C ほどでした。CPU は65近くまで上がって、冷媒も激しく沸騰していたのに、ラジ HP 内部の温度はそこまで変わっていなかったようです。これってファン2個分の送風でうまく放熱ができていたということなんでしょうか。今のままではわかりません。後ほどのファンレス、ファン4個の形態と比べれば違いがわかるかもしれません。むしろ CPU と内部の温度差が気になるところですが、今回はこの話題に触れないので以降もスルーして話を進めます。定格動作でのベンチマークはこの後2回目、3回目とやりまして、さらにオーバークロック設定でも2パターンベンチマークしました。結果として得られた CPU 温度の最大値はそれぞれこんな感じです。定格動作では1から3回目まで大きな違いはありませんが、オーバークロック設定では CPU の消費電力、元位発熱の増大に伴い CPU 温度も上がっていました。ちなみにベンチマーク終了直後のラジ HP、内部温度の方はこんな感じです。増加は見られますが CPU 温度と比べると微増というか、結構安定しています。サーモ映像で定格動作時のベンチマークを見てみましょう。ベンチマーク開始前はラジエータの下部がほんのりと色づいた程度でしたが、開始すると徐々に温度が高くなる領域が広がっていきます。ただ一部はほとんど温度上昇せず、この偏った温度分布のままベンチマークは続きまして、ベンチマークが終了すると一気に冷え、高温領域が縮小していく、こんな様子が見られました。こんな感じで冷却していたのがラジ HP の基本形態、ファン2個でした。では次に PC ファンをつけずに動かす、ファンレス運用を見てみましょう。見た目なんですが、ファンがないだけで印象が変わります。ちょっと味気ないというか、ファンがあった方が適度にメカっぽくてアクセントになっていた気がします。厚みはないのに背は高いというのも、空冷らしくない違和感というかアンバランスな感じで、個人的にはファン2個の方が好みです。それはそうと動作の方を見ていきますか。CPU の上に設置して PC の電源を入れます。しばらくするとラジ HP 内部の冷媒が沸騰し始めて、問題なく PC、OS が起動できました。
今のところは半2個と違いは見当たりませんね。アイドル動作時の CPU 温度を見てみると30度 C ほど普通に冷えています。内部温度の方は28度 C ほど、こちらも別段熱くはありません。まあまだ低消費電力のアイドル動作ですからこんなものなんでしょうけど、案外ファンレスでもいけますかね。そんな期待も持ちつつ、ベンチマークを使った高負荷動作を見てみます。特に動作設定はいじらずに、定格設定でベンチマーク開始です。開始直後の CPU 温度は50度台で変動しています。安定しませんが数値的には半2個と同じくらいですし、いい出だしです。まあその後は徐々に CPU 温度が上がっていくので、放熱不足なのは否めませんが、ベンチマークが終了して、CPU 温度の最大値は72度 C でした。CPU 消費電力の方は 77W、半2個と同じような消費電力で 72度 C なので高温ですが、72度 C という数字だけ見れば問題ないでしょう。数字だけ見れば、ですけどね。CPU 温度の履歴を見るとベンチマーク開始から終了まで温度上昇が続きました。どうも上がりきったような雰囲気はないようで、あのままベンチマークを続けていたら CPU 温度は上がり続けたかも。確認してみましょう。CPU 温度などデータを記録する作業を終えたら、2回目のベンチマーク開始です。2回目のベンチマーク、開始直後の CPU 温度は70度 C 近くです。1回目のベンチマークで受けた熱を逃がしきれていないようです。この状態からスタートして、CPU 温度はまだ上がっていきます。ベンチマーク自体は問題なく終了しました。CPU 温度は81度。消費電力は温度上昇の影響を受けたためか、増加して 81W となりました。温度的にはこのくらいで収まってほしいところまで来ましたが、まだ上昇傾向は残っています。3回目もやってみましょう。3回目のベンチマークが続いている間にここまでのラジ HP、内部温度を見返してみると、1回目開始前は 28度 C ほどでしたが、1回目終了直後には41度 C ほど、2回目終了直後には50度近くになっていました。こう見ると CPU 温度と内部温度が連動して上昇していますね。内部に熱が溜まっているということなんでしょう。やはりファンがないと放熱しきれないようです。ラジエータ単体の表面積頼りの自然対流では厳しいってことなんでしょうね。というか50度ってそろそろ材料に使っているアクリルの耐熱的に心配になってきました。そろそろ限界ですか。3回目のベンチマークも問題なく終了しましたが、CPU 温度は89度。これでも上がりきった様子はありません。ここで内部温度は56度近くになり、アクリルの耐熱性が心配になったため、連続してのベンチマークを終了しました。一度サーキュレータで風を当てて冷ましてから、サーモ映像を撮りながら再度定格動作のベンチマークをやってみます。ベンチマーク開始前、開始直後は半2個と同じような温度分布でしたが、ベンチマークを続けると半2個では所要しなかった部分も熱くなり、しばらくするとラジ HP の外形がはっきりとわかるほどに全体的に高温になっていました。なるほど、だから内部温度が上がって、それにつられて CPU 温度も上がったのでしょうね。よっぽど放熱的に厳しかった。いや、それともファンレス運用に対して CPU 消費電力 75W が過剰だった？どちらも言えそうな話ですが、いずれにしても何の考えもなくファンレス運用ができるほど、このラジエータの巣の放熱？自然対流における放熱性はなかったようです。サーモ映像を撮ったついでで、ベンチマーク終了後の熱くなったラジ HP にサーキュレータの送風を当ててみました。すると送風が当たったとおぼしきところの温度がどんどん下がっていきます。もしかすると CPU クーラーに直接つけるファンがなくても、PC ケースファンなど間接的な送風があればもうちょっと安定したかも？って普通のファンレス CPU クーラーの使用環境がそんな感じでしたっけ？この普通の PC ケースには収まりそうもない、というか実験装置的なこの自作 CPU クーラーで考えても微妙なところですが、ファンレスをやるならそれくらいの考慮、配慮が必要だったということでしょう。次の動作確認、ラジ HP の基本形態よりもファンを増設した、ファン4個です。ファンが増えてコードがごちゃごちゃしだしましたが、見た目はいい感じです。ラジエータ両面にファンがつくとバランスが良くなりましたし、どっしりしたというか、重厚感、そんな表現で収まるくらいのごちさになりました。まあパーツを増やしただけなので、大きすぎるという印象はただ増長させただけとも言えますか。ちなみに PC ファンはすべて同じ方向に羽が回転するものを使っています。
マルチファンでファンを直列に配置するときは反対方向に回転するファン、反転ファンを使ったと思うのですが、私は持っていなかったので使いませんでした。正直ファン4個以降は遊び半分の感覚でやっていたので、このために準備する気は起きなかっただけですけど。そんなことより動作を見てみますか。PC、OS の起動は問題なく終えて、ベンチマークによる高負荷動作確認です。ファン2個と同じように定格で3回、オーバークロック設定では2パターンを各1回ベンチマークした結果、CPU 温度の方は、ファン2個と同じようになりました。やっぱり同じ回転方向のファンを増やしただけじゃ効果が薄い、それとも放熱的にはファン2個で十分だった？この数字を見ればそう思いますが、実はわずかですが効果はありました。CPU 温度ではなく内部温度の方です。若干ですが低下しました。先に話してしまうとファン8個でもこの傾向は見られました。内部温度がさらに若干低下します。同じ回転方向のファンを増やしただけでも一応効果はあるんですね。というか送風による放熱の部分にまだ改善の余地が残っていたんですか。ファン2個以降は過剰だと思っていました。なんならファン8個の条件なんて、単に見た目のインパクトを狙っただけの、記念測定、みたいなつもりでやるつもりだったんです。ですが結果を見ると若干でも温度低下が2回重なったためか、ファン8個の CPU 温度は1度 C ほど低くなりました。あれって見た目だけでもなかったんですね。話は前後しましたが、ファン8個の見た目にも触れておくと、すごい見た目にはなったけどさすがにもう重厚とか、いいように受け取れる言葉では表せないというか、頭でっかち、というのが正直な感想でした。CPU の上に設置するとさらにその大きさが強調されたような、まあ ATX サイズマザーボードの幅、半分を覆うほどの CPU クーラーでしたし、こんなふざけたファン8個でしたが、それでも効果はありました。まだ送風による放熱部分で改善の余地があるということは、今回のように送風の強さをさらに増すような改良をやってもいいわけですし、ラジエータサイズを大きくして放熱表面積を増やすような改良も有効なのでしょう。遊び半分で始めたマルチファン運用でしたが、意外な発見ができました。ちなみにサーモ映像の方ですが、ファン4個以降は両面にファンを設置した影響でラジエータ本体の表面温度を計測しにくくなり、ファン2個と比べてどんな違いがあったかはよくわかりません。まあしっかり撮影、温度分布を観察したところで、内部温度で2度 C 違うかどうかという変化を判別できたかは怪しいです。つまりはサーモ映像撮影の都合と放熱の過不足を考えるなら、今のところはファン2個が適当ということですか。送風による放熱部分よりも優先して対応をしなきゃいけない部分が残っていることですし、放熱の改良はもろもろ対応できた後、改めて着手したいな、なんてことを思った、今回のファンレス、マルチファン運用でした。今回の紹介は以上です。次回はラジ HP でやってみたかったこと第2弾として、ラジ HP 構造での水冷システムを試します。せっかく PC 水冷用ラジエータを使っているのですから、空冷だけじゃなくて水冷にしてみようという感じです。この金属ブロックとラジエータを合体させたような今の構造で、水冷にするとどうなるか気になりました。まあ水冷的に金属ブロック付近の冷媒流動、熱交換には不安がありますが、今回のファンレス、マルチファン運用と同様に、気になったからやってみたというスタンスで試します。こんな感じで次回もやっていきますのでまたご視聴いただけると幸いです。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。